<Ready? S 2> 雑談です映画ですハラセンということで始まりましたハラセンラジオ陣内智則の面白い方原田専門家でございますこの番組は日々私が見ちゃったもの聞いちゃったもの食べちゃったもの飲んじゃったものそして言っちゃいけないことなんかを話しております是非チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで早速行きましょうか、えー、今日は映画です あんのことこれはね河合優美さんそれから佐藤二朗さんえ稲垣吾郎さんも出てる実話を元にした映画なんですが監督が井出雄さんというねあの埼玉のラッパード。 監督ですねこれがねなかなか公開が6月の7日だったかな1週間ぐらい前なんですけどもで河合ゆみさんってあの不適切にも程があるでまあ一役それまでもいろいろ映画賞を取ってたりしたんですがお茶の間にその名前が届いたのはまあ不適切にも程があるの,あの純子ちゃんの役だったとは思うんですが僕もそれで知りましてね。でそ それから色々ールートにも出てましたねオートタクシーのスピンオフのドラマにも出ておりましたまあなんつっても演技が素晴らしいと思ってで僕もいろいろ追っかけててアンのこともこれは見なくちゃいけないなと思っていてであのー、映画の宣伝でねいろいろ出ている時も佐藤二郎さんと二人でねいろいろ出ている時にあこれは本当に見なくちゃいけないな ただ実は元にしたちょっとなかなかの辛い映画なんだろうなというのは内容をぼんやり聞いた段階でも思っておりましたがあのこっからねうんと ネタバレなしで話すのはなかなか大変なんでえと重要なネタバレはなるべくしないように話したいと思いますがそれでもあの全く情報を入れずに見たいという方は是非ねあのすぐに見に行っていただきたいと思います一つだけ注意点があるとすればですよ まあ劇場にもよるとは思うんですけどもあの僕はあの武蔵野館新宿の武蔵野館で見たんですがパンフレットを買おうと思ってねえっとパンフレットを売ってるかなと思ったら映画のタイトルがこうずらずらずらと並べてあってでその映画のタイトルがロゴのまんまのっけてるんですよねでこの案のこと全部ひらがななんですが そのあ「あ,のあんのこと」のロゴがですね「あんのこと」ってひらがなで書いてこう真ん中に線が一本ビューって入ってるんですよ。あの打ち消し線みたいな感じで。でパンフレット売ってるところにまあロゴが並んでるわけですよね。で他の映画のロゴがポンポンポンってあって「あんのこと」ってでロゴで載ってるからねその真ん中に打ち消し線みたいのがあるから。 あれこれ、案のことのパンフレット売り切れてんのかなって勘違いしちゃうんで <laughs>、そこだけ注意してくださいっていうのを、まあ、見に行く方にはそこをね、あの、注意してパンフレットもぜひ購入していただきたいと思いますが、全くネタバレなく本当に見た方が僕はいいと思うんで、まあまあ、どうかな、うーん、ここからは、あの、あらすじを、 僕が覚えてる中でこういう話ですよっていうお話をしますが全くそういうのを予備知識を入れずに見た方がまあまあ難しい映画じゃないんでね予備知識なくても全然楽しめるし面白いシーンもたくさんあるんですが知りたくないという方はもうここで聞くのをやめていただいてください。 それでは行きますよどんな内容だったのかと言いますと、いわゆる毒親というかね、あの親に虐待を受けていて、それで中学も出ずにまあ、あの12歳の時に、 売春売りを始めてそれから知り合ったのヤクザモンみたいなチンピラの人にシャブを教えられそれからあ売りシャブをやり、えー、それで生計を立てるというかねまあ本当に。 人生のどん底のような生活を続ける中親からは「あの親もそうやって売りをやってるもんだからあお前もう稼いでこい」と言われて、えー、やるわけですよ。しかも最初に 体を打ったのは親の紹介であったりとかねそういう辛い人生を歩む中ただおばあちゃんがまあ足の悪いおばあちゃんがいるんですけどそのおばあちゃんはすごく優しくしてくれるんでおばあちゃんの面倒は見たいしかしお母さんがひどいことをするのでというところでまあそうやってあの仕方がなくというかね売りをしている中ある日そのお客さんが シャブ中で倒れちゃってそれがきっかけでこう捕まってしまいえーそこで知り合うのが佐藤二朗さん演じるたたらという刑事なんですがそのたたらさんがまあ結構ねうーんここで全部言っちゃった方が楽だぞと。 ああ上状酌量の余地っていうのもあるからなって言って私学校行ってないから難しい言葉わかんないとか言いながらもまあたたらが優しく事情を聞いてくれるわけですよねでまあえてしてというかまあこういう人に限ってじゃないですよいろんな人全ての人ってのはやっぱりこう何か聞いてほしいまあそれが自己承認欲求というのとは別にそこまでい,いかなくても 何か話を聞いて欲しいうーんこんなことで悩んでるとか悩み事でもそうですしうれしいことがあったことでもそうです美味しいラーメンを食べたあのラーメンはうまいよねそういった話を聞きとにかく 話を聞いてくれる人が周りにいないからこうどん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 寂しくなっちゃって孤独感を感じるしかしこのタタラと出会ったことによってその孤独感が緩和されるわけですよそしていろいろこう話を聞いてくれるもんだから自分も気が楽になってねそっとタタラがそのサルベージー とという、まあえっと、構成施設をやっているとでヨガで汗を流すのが一番シャブが抜けるんだよみたいなことを言っていきなり踊り出すわけですよ。踊るというかね、ヨガをしだして。で、不思議そうに見てるんですが、まあ、あのー、本当にやめたかったらおいでっていうもんで、まあ、一回行くんですが、そうすると、まあ、みんなそう話が聞いてもらいたい人だから、これまでの経験談を話すわけですよ。こういうふうに、えー、やって、今、やめれていますとか。そういういにすると、まあ 最初の日はね自分は話せなかったんですが人の話を聞いてああそういうことまで喋ってくれるんだ私のあの悩みというかそういう経験も話そうという気になってだんだんそのサルベージで喋れるようになるんですでそこに一人ねファーストサマーウイカさんがあ演じてる方がいるんですがこれがねなかなかあのー、ファーストサマーウイカもこれもう芝居がうまいね いやすごかった。でそこのサルベージでまああのー、日記を書いて、えー、シャブやらなかったら丸をつけろと。でそれがあの日々の積み重ねでうん今日辞めれてるんだから明日も頑張ろう。 ああ明日も辞めれた。昨日も辞めれてる。今日も辞めれた。その日々の積み重ねが大事だよっていうことを聞いて、まあ、日記を書き出すわけですよ。で、えー、仕事場もね、お紹介してもらって、えー、働き出すんですが、そこにまた親が乗り込んできてみたいな一文着があったりなんかして、いろいろ二転三転して住むところも家を出てね、確保してもらって無事働いて、えー、いるんですが、そこでそのサルベージに 行った時にねなんか週刊誌の記者の方もいててえその人が何かまあそこを紹介しようとしているのか何だろうなっていう感じなんですが実はこのサルベージでそのタタラがやってるのはあそのサルベージ赤羽っていう更生施設に来てる人をまああのに手を出してることが 判明するとでそのファーストサマーウイカーさんが演じてる方もそういう目にあったということで告発をされちゃうとでそれが週刊誌に載ったそうするとどうなるかっつったらんちゃんが今まで心の拠りどころにしていたそのサルページ赤羽がなくなってしまうということになってまあいろいろね信じていたものがまた裏切られた。 っていうことでいろいろ大変な目にあってしかもまたあの親がね乗り新たな職場に乗り込んできてというようなこともあってまあぐちゃぐちゃになるそしてその住んでたまあえそういういろいろ問題抱えちゃってる女性ばっかりが住んでいるマンションがあるんですけどそこに住まされてえいたんですがその隣に住んでいたは早見あかりさん演じる方がああちょっと 助けてててっっっっつって子供を置いてどっか行っちゃうんですよねでしばらくはねこの子供の面倒を見てあ、まあ、生きる希望みたいなものを感じるんですがそ,そこにまた親が乗り込んできて子供を半ば人質にとってお前体ごまん用意してこいみたいなことになっちゃって、まあ、泣く泣く用意してきて帰ってくると子供がいない、えー、ど,どこやったんだったら あのー、児童相談所に、ね、区役うるさい、泣いてうるさいから電話したら引き取ってくれたって言って、あのー、その子がいなくなっちゃってるっていうところで、またこの責任を感じちゃってというかね、うんと、その家に帰って、あのー、ずっと辞めれたシャブを打っちゃって、それで日記を、 見返すんですねで丸がつけらんない今日やっちゃったからつけらんないっていうことでこううってなってその日記をねキッチンで燃やすんですがで燃やしてる間にもうあんまりにもね何が悔しいってこの日々積み重ねたことを自ら壊して壊してしまった立ってしまったっていうことが辛くてね自分でもう,もうやめれてたことをこうね 日々の積み重ねがまた白紙に戻っちゃうってことであのこれで命を絶ってしまうんですよねあんちゃんが。で本当にこう辛い終わりまあ多々良さんも捕まってますしそうするとそこの飛び降り自殺したところにえ稲垣吾郎さん演じる記者がやってきてねもうもしあの記事を僕が書かなかった 書かなかかかなななっったたらアンちゃゃんんはは死ぬことはなかったんじゃないのかみたいなことをああの、タタラの面会に行って話すんですが、いや、そうじゃないと。うん。あの、アンが、あの、そうやって、薬をやってて、自ら命を絶つのは薬のせいじゃなくて、やっぱりそうやって自分で決めたことを、自分、自身を自分が裏切ってしまったことに対する自責の念が、あほぼ、 多いといとう話をしててねでそんなことが語られる映画でもう最後ほんと辛い辛い感じなんですがき、ね、希望がないとかいやいやそうじゃなくてその預け,預けていたねあの早見あかりさんが預けていた子供もが、まあ、早見あかりさんもねこのなかなかのすごいなと思ったのはあのー、どっか行ってて帰ってきて だから、児童相談所に連絡したら子供がいるっつって引き取りに行ったと。そしたら、まあ、仲良く親子でね、生活してて、えー、その子供がね、本当無邪気で唯、唯一というかね、うーん、亡くなってしまう命もありますが、そうやって、また新たな希望としてね、生き抜いていくという、その子供の姿がね、最後、ラ,ラストシーンであるんですよ。そこがや やっっっぱり良かったかたなと思ってまあそういう子にそういう案のようなつらい思いはさせないで育ってほしいなっていう希望が僕は見えてそこは良かったかなと思っておりますし。 いろいろこう本当重たい話でね暗い感じになるかと思いきやいろいろ面白いところがあってカラオケのシーンがあるんですけどもそこでね「情熱のバラ」をあの稲垣さんが歌っててで佐藤二朗さん歌えよって何歌うのかなと思ったら「ランナウェイ」をシャネルズの「ランナウェイ」を歌うんですけどもいやいやね わかるじゃないか。まあし、シャブで何回捕まってんだよみたいな、そういうところをチョイスするところとかね。いろいろ面白い、ラーメン屋のシーンとかでも面白いシーンもありましたし、ぜひね、まあ、非常に考えさせられるというか、うん、素晴らしい。まあ、えっと、え誰でした <laughs> えっと、河合ゆさんの演技も本当に素晴らしいんですが、 僕はね、やっぱりあの子役の子、あの子が本当に素晴らしかったなと思って、いや、非常に素晴らしい映画でしたんで、ねえ、稲垣吾郎さんも素晴らしかった、あとね、やっぱりあの、毒親役の、このね、えー、河合青葉さん、この方がまあ、本当に嫌な役を演じたらという感じで、 本当に素晴らしかったんで、ぜひ、あの映画見に行っていただければなと思いますまあか。まあ、見に行っていただければなというかね、見た感想を共有したいなという、おうおう映画でしたので、ぜひ、ネタバレなく見ていただきたい。僕は、あの、ちょっと早めに着いたんで、パンフレットパラパラ見てたら、もうパンフレットにね、ほぼ最後の方まで書いちゃってるんですよ。だからあ、その辺も注意していただきたいなとか思いながら、 いやあ、面白い。面白い。うーん。面白いってね。あの、言葉としてね。こう、声に出してゲラゲラ笑うというだけが面白い。非常に興味深い。という意味での面白い映画でしたんで、ぜひ。ね。まだまだ公開中で、2週目ですか、まだ。ね。ぜひ見ていただきたい。アンのことのお話をしました。あと、 チャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますありがとうございました